もうバックミラーではシーザーたちは見えない。あと少しで郊外ともお別れみたいだ。周りと景色は私が見てるから、お兄ちゃんは運転に集中して。それにしてもこんな郊外の端っこまで護衛してくれるなんて、シーザーたちって義理がたいね。火の湖が消えそうになったことを思い返すと背筋が寒くなってくる。音楽をかけながら家路についている今この時がまるで夢みたいだ。どうしたのお兄ちゃん、なんだか感慨深げだね。シーザーが無事でよかったというのはただの結果論に過ぎない。火の湖に裂け目があると判明したのは、彼女が捨て身であの場所を救おうとしたからだ。落ちていくシーザーをただ見ていることしかできなかった、あの無力感。もう二度と経験することはないと思っていたけれど、まるであの時のようだ。お兄ちゃん、リン、こういう時やっぱり僕たちは家族なんだと感じるな。同じことを考えているみたいだね。ちょうどここは都市の境目あたり、それにイアスやフェアリーもいる。いい頃合いかもしれない。案内ルートを外れました。助手2号、帰宅ルートを再探索します。大丈夫だフェアリー、外れてなんていない。僕たちの帰り道はね。着いた、上まで行こうか。ほらイアス、スカーフ忘れないで。いやいや、ここに帰ってくるのは随分久しぶりに感じるね、リン。フェアリー、ここがどこか知ってる？検索完了。ここは第一交代中部の新エリート側です。第一交代とは新エリートの前身となるエリートで発生した巨大ホロー暴走災害、通称キュート陥落事件の産物です。当時の指導者たちは0号ホローの暴走を制御すべく、エリート南西から北東にかけて計14基もの指揮所の塔を爆破。爆発による衝撃が強烈な地質活動の連鎖を引き起こし、第一交代を形成するに至りました。そう、第一交代には侵食できるものがないから、拡張に必要なエーテルエネルギーは得られなくて、ゼロ号ホローの暴走は止まったの。第一交代が新エリートの建設を可能にしたとも言えるね。本来ならこの先はスロノスクにほど近いエリート市街地の北側に通じる道だ。車で10分も走らないところに大きな像が立っていた。ホワイトスター学会のね。それの手前で左に曲がると昔のミネルバク7番通り、左側にアンティークショップがたくさん並んでて、お兄ちゃんがちっちゃい頃よく偽物つかまされてたっけ。その向かいにはリンゴ用達のお菓子屋が軒を連ねていた。僕は偽物をつかまされる前におねだりに負けて食べきれないほどのお菓子を買い込む羽目になった。食べきれないなんてことなかったでしょ。テーブルに置いとけば1分もしないうちにみんなが取ってっちゃうんだから。お兄ちゃん忘れたの？忘れるもんか。話を戻そう。7番通りの突き当たりから2つ、いや3つのセキュリティゲートをくぐれば綺麗な建物にたどり着く。そこに私たちの先生がいた。いつもプレートの右側に立ってイアスと一緒に私たちを待ってた。ヘイリオス研究所、あの場所こそ本当に僕たちが帰るべきところなんだ。それは今もあそこにある。第一交代を越えた0号ホローの奥深く、キュートの瓦礫の下に。また来たよ先生、ご無沙汰しててごめんね。いろいろあって。マスター、助手2号、僭越ながらその大切な方のご冥福を
心よりお祈りします。お望みでしたらその方の名前を検索し遭難者慰霊碑上の位置をマークすることも可能です。カローレ、カローレアルナ。遭難者データベースに該当する人物なし。キュート陥落事件に関連する情報内で1件のみヒットしました。ゼロ号フォローを暴走させキュート陥落を引き起こした元凶ヘイリオス研究所上級研究主任カローレアルナ及びその他関係者は大罪人として歴史に名を残すだろう。推測、ご提供いただいた名称に間違いがあるか、同姓同名の別人がヒットしたものと思われます。何も間違ってなんかないよ。当局が公式にキュート陥落を引き起こした張本人って発表したカローレアルナ上級研究主任は僕たちの先生だったんだ。私たちを育てていろんなことを教えてくれた。 HDD システムもイアスも全部先生が残してくれたもの。そしてキュート陥落の日に私たちを救ってくれたのもフェアリー。前に聞いてきたでしょ、私たちがゼロ号フォローの調査に参加したいわけ。今ならわかるよね。観測データを十分に集めればいつの日かゼロ号フォローの深部まで入ってヘイリオス研究所の廃墟を調査できる。僕とリンがプロ棋士になったのはそのためだ。先生の手がかりがあの場所にあるって信じてるから。僕たち兄弟の命にかけて、先生は決して大罪人なんかじゃない。必ずキュート陥落の真相を暴き彼女の汚名を晴らしてみせる。なぜなら警告、未知の対象が接近中。え、こんな時間に一体誰が。あなたは単位フォロー6課の星見みやび課長。ああ、あの穴井に引いてたボンプの持ち主並びに独立調査チームの責任者だな。お前たちに敗北を喫するとは思わなかった。覚えてくれてて光栄ですけど、敗北ってのはどういう。誰よりも早く第一交代慰霊の地を訪れる修行だ。そして彼女のそばにいてやりたくもあった。みやびさんも誰かを思い出しにここへ。ああ、母上をな。それはお悔やみを言わせてください。一日でも早く心安らげる日が来ることを願います。礼を言おう。だが私はまだ安らぎを得るつもりはない。というと。安らぎなど不要だからだ。キュート陥落を引き起こしたトガニとそれにまつわる全てのものに枷をはめるまでは私は逃すつもりはない。誰一人としてな。